友達もいない大食いの怪力女なんだ。何の話か。そ、アンジュが言ってたんだ。いや待て、自分は大食い怪力女とは。やっぱり言ってたんだ。あら、自分でお掃除したの？雪とお母さんもなんか楽しそう。私も行かなきゃ。まさかユキ君、女の子を連れ込んでないでしょうね。早く挨拶に行かなくちゃ。ユキ！開国。傷は痛い、でもその女とキスしたんだよね。え、はい、死刑ね。まずはその女、さっきみたいに生き返らないようにズタズタにしてやるわ。愛の君どいて。そいつ殺せない。さあ並んで並んで、一人ずつキスしてあげよう。え、あれ、なんだ、また偽物か。学校中の人気者って言ってもそこまで大したことないのかな。キスしてくれるって本当ですか？あ、この女はやばい。どうした古橋？小南先輩の彼氏になった件、詳しく聞いてもいいかな。クスクスクス、さあ召し上がれ。無理。クスクスクス、隠し味は私のあいじょは。あ、そういえば伊織くん、はい、さっきこんな話を聞いたんだけど、知ってる？何の話ですか？伊織くんと千沙ちゃんがお付き合いしてるって話。お、早速役に立っているな。あのサインは問題発生ですね。ああ、重要なサインの一つだ。私が守らなきゃ、青山空母。あ、タオルを守らなきゃだわ。あなたをそんな姿に変えたのは私なの。どういや、ちょっと今女の人の声がしませんでした？もしかして今秀一君の中に女がいる？そこは私の中よ。見ちゃったの？誤解しないでね、古見さん。古見さんに近づくためにただの君が邪魔だったとかそういうんじゃないのよ。特徴といえば頭のしょぼいと差がぐらいなゴミ男子が神である古見さんの近くにいるっておかしいでしょ。私の友達になりたいでしょ。そうでしょ、古見さん。さっきは菊野先輩に手早く切り分けられたので凛先輩入党できなかったのですよね。ですよね。え、おーい、あれはヤンデレフラグ。ちょ大きくないストップ。なあ凛沢くん、さすがにホール食べはダメよ。そうじゃなくて、凛くん、こっちのケーキで入党。なんだそうだ、そんなに私とケーキ入党したいのか。仕方のないやつだな。ルイド君ビールお願い。氷魔法でキンキンに冷やしてね。はい、でしたら枝豆も茹でますね。ウェイ、枝豆大好き。お客さんいた。あ、こちら
友達のリホさんとセレンさんです。リホです。すみません、お邪魔してます。友達のセレンです。目がやべえ。師匠、教えてるのはおじさんって言ってましたよね。っていうかその子女の子ですよね。しかも可愛いですよね。可愛い女の子と手をつなぐことが師匠のお稽古なんですか？それが竜王のお仕事なんですか？私の知らない匂いがする。はあ、女ね。いや、だから俺は女なんでしょう。これ演技なんだよな。そんなことどうでもいい。もしもお兄ちゃんが揺らぎ以外のものになるんだったら、そんなお兄ちゃんいらないあなたも彼に烈情を抱いているのでしょう。でも残念、私の方がずっと彼を思っていますわ。彼は素敵ですわ。彼は最高ですわ。彼は本当に美味しそうですわ。ああ、焦がれますわ。焦がれます。中に誰かいるの？中に誰もいませんよ。金ちゃん、私に何か隠してることない？ない、ない、ない、ない。隠し事なんてありえ、じゃない、ありえねえから。そう、よかった。じゃあ私帰るね。知り合いですか？いや、わかんないけど。どっかで絡んだことあったっけ？どうしよう、まさか。違うから、浮気とかじゃないから。夫の妻への愛を疑わないで。運は悪いけど、いつも最悪なことにはならねえし。大丈夫さ、あのガキも生意気だったけど結構可愛いところもあるし、俺とお前を勘違いするほどドジだし、意外に話せばわかる。あ、そうですか。彼女は可愛かったですか？今日はスパッツ履いてないんだ。何を言って。任せてください。ルノ作動さん。そうだぞ、俺たちを。待て、俺が先だ。からかっても無駄だからな。アキ、ちょっとこっちに来て。アキッサ君、お話があります。ユージ、いつかの夢。